こんな感じなんだ。で、こっちから永山電車に乗れるんだ。あ、地図屋さんは、まあ、あんだ。で、こんな感じなんですね。で、今日は下鴨神社まず行くから、下鴨神社は乗らずに歩いちまった方のが確か良かったはずなんだよな。なので、まあ、こっから下鴨神社までね、ちょっと歩いていきましょう。向こうの出入り口から出ればよかったんか。これか。ここだったらもうすぐのはずなんだよな。こっちか。あ、もう下鴨神社で出てるわ。よいしょ。もうそっちか。ガラスの森。あれぞ。途中からね、バスとかをフリーキープで使うって言ってましたけど、そこの説明しとかないといけないんだ。そう、普通にね、フリーキープで土日使おうと思うと、1日乗車券、その日ごとに、生産になるんで、1日1100円か。かかりますよと。まあ、ちょっと高いんですよね。京都の、フリーキップって、まあ、行ってしまうと、路線網のね、大きさの割には。ね、大阪とか、名古屋はね、あれだけ駅数とか、路線数があって、600円とかでね、800円とかでなってますけど、京都はね、1100円かかりますよと。まあ、っていうのは、観光需要がすごいんで、あんまりフリーキップを安くすると、それでね、もう、特にバスなんかがもうパンクしちゃって、人員がパンクしちゃって、地元の、利用者さんを運べないという、なんか、事態になっちゃうということで、ちょっとお値段高めになってるよ、ということなんですけど、実はこれね、裏技があって、土日、まとめて1100円できるっていう、実質1100円できるっていう、裏技があるんですよ。これね、ちょっと使える場面が限定されるんですけど、条件として、まあ、モバイル、京都市の、モバイル会員登録をするというのと、なんだっけ、イコカかピタパのどちらかのカードを持ってないといけない、っていうことなんですよね。IC カードをそれで紐付けさせて会員登録をすると、24時間券、名古屋市営地下鉄とかやってる地下鉄24時間券みたいな感じで、1日単位じゃなくて24時間単位、利用開始から24時間で、フリーキップ化とかにできる。その IC カードをフリーキップ化するっていう、ことができるようになってます。これなんか市民向けのサービスらしいんですけど、イコカを持ってる沿線民の人だったら使えるよってことで。でね、いや、四日市言うて、JR 東海のやっぱ通り会じゃないんかと、ね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、実は四日市はね、JR はね、東海ですけど、近鉄というね、京都駅にも乗り入れてるね、関西の大手施設が来ておりますんで、実はイコカ圏内なんですよね。なので私が思っているのもイコカということで、実はこれの登録ができるということが分かったんで、早速登録の方は知ってね、一度駅に行ってなんか、本登録の完了させないといけないらしいんですけど、それが終わると、その、
24時間の ICT、 その申請は実は携帯電話でやるらしいんですけど、携帯電話で申請を書き取ると、あら不思議、あなたの持ってる IC カードが、24時間1100円の、フリー切符に様変わりするという、ようになってるらしいです。確か利用開始の5分前まで登録ができるんだったっけな。そう、何時何分からフリー切符として利用したいですっていうふうな申請をインターネットでかけると、そこからフリーで使いますと。それ以外の時間帯だと、10% か 20% ポイントでバックするという形になるということです。で、今回の、その1100円っていうのも、実質1100円って言ってるのが、お金はその場で引かれるんですよ。もう利用分。だから3000円分とか使ったら、3000円とかチャージしとかないと、引かれるのは引かれるんです。で、翌月の15日だったかな、ね、ちょっと、すいません。細かく忘れちゃったけど、後から、要は、その差額分を、ポイントでキャッシュバックしますよって。で、そのポイントキャッシュバックしたやつは、最寄り駅とか、バスのところでもチャージ機のあるところだったらできるんだったっけな。その、キャッシュバック、ポイントでキャッシュバックして、それがそのまんまイコカのポイントとして、使える。ですから、普段のお買い物とかにも、使えるポイントとして、キャッシュバックがされますよということで、ね、まあ、これはもう実質、1100円。言って問題ないでしょうということでございません。ですから、その頻繁に京都に来るよっていうのが前提の、やつなんですけど、まあ言うてね、この距離ですし、今回はね、この高速バスで来ましたけどね、神山から鈍行で来れば、往復3000円切りますからね。まあ手軽に京都は来れるところですから全然ありなんですよね。で、どっちだ、間違えたか、俺家庭裁判所の方来てんな。ちなみにバスだったらここからもそのまんまね、四条河原町京都駅の方に行くやつもあるんで、今回のやつは単純に鉄道で移動を考えるとなかなかしんどいですけど、京都はかなり市バス、沿線観光するときはバスを有効活用するっていうのが結構肝になるのかなと思います。鉄道補助って感じかな。清水寺にしても鉄道の駅からちょっと離れてますしね。わあ、何作ってんねん。さあ、曲がるところ間違えたら、手前のところ曲がらなあかんかったやな。ふわーって来とったけど、あ、ただ電話つけやないから本当歩いて行ける距離なのは間違いない。さあ、京都らしいですね、これだったりとかもね。あと何だったっけ、何か説明しとかないといけねえなと思ってたんだけど、あ、これでもう下鴨神社だ。そう、ただ下鴨神社も確か結構広いんですよね。だってもうこれで見かけ通りだから、こっからし、あいら着いたー。よし。